こい雨。うわ、上もちょっと漏れてるのかもね。これ。来なかった無印のドリップコーヒーを飲もうと思ってます。本当は雨だからキャンセルしようと思ったけど、まあ昨日晴れに変わってたから、あのこのまま来てしまいました。今日めっちゃ 雨が降っててすごい水浸しになったりしてるけど、まあ初めてのキャンプとしていい経験かなと思って、まあ、よかったかな。楽しい、楽しんでます。イエーイ。これ、入れるの大変じゃない？夜間がないんだからしょうがないじゃん、ね、スプーンで入れようかな。これ大丈夫かな。もはやじゃあこれで取りに行くよね。これできる？うわ無理。あなんとなくいける。ああ、いけて。じゃあこれで10秒ぐらい待って、もう一回、はい、いけた。また10秒ぐらい待って、イエーイ、はーい、うまくいきましたよ。あ、美味しい。これうん、ちょっと酸味があるんだね、これ。オッケー。いただきます。オーマイガー、これ忘れちゃった。やっと解体が終わりました。これで綺麗になってる。はあ、雨止んでくれてよかったな、本当に。さよなら、無印の妻がいキャンプ場。ここすごい良かったけど、雨じゃなかったらもっと良かったよね。あとお湯が出てほしい。めっちゃ食器洗う時に冷たくて大変だった。それだけ不満があって、あとは大丈夫です。あ、ベルト閉めなきゃ。じゃあ、あとはツツジの湯に行って帰ります。さよなら。全部キャベツ。キャベツっぽいね。うわ、ここもすごいですよ。うわ、めっちゃいい景色だね。着きました。すっごい混んでるね。車がいっぱい。空いてない。はい、ツツジの湯。なんか立派だね。ソースカツ丼頼みました。意外とちゃんとしてるし美味しそう。
ずっとボリューム。うわ、美味しい。うまい。ただの茶色い汁だ。なんだろう、茶色い汁。ここでまたか。